皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。エルデンリング、実況始めます。崩れゆくファルム、アズラの攻略を開始した前回。火力とネイモブの数々を切り抜けた先にいたのはキッタネイプリキュア。どうにも生理的に受け付けないガリデブが2名。しかも2人とか言っといて次から次に何人も出てくる謎しよう。周回の度にあれと戦うことに早くもうんざりなご主人様なのでした。今回も引き続きファルム、アズラ攻略編。前回撃破した神肌の2人が中ボスならようやくダンジョンも半ば過ぎ、今回で一気に攻略完了といきたいところです。張り切っていきましょい。アレクニキ、やっとここまで来れたのよ。アレクニキオッスオッス。相変わらずどんな場所でも絵になるツボニキなのよ。ああ、I see you finally made it here yourself. The city hanging in the air is slowly crumbling. What an incredible place we find ourselves. But that aside, you're suddenly a force to be reckoned with, eh? I doubt there's a single soul who could have handled that giant other than you. It was practically a god.Of course, I count myself, the great Alexander, among the many. Which means I've but one thing to ask of you. Would you kindly undertake my ordeal? Come and tell me when you're ready. I've been longing to fight a warrior as accomplished as you. アレクニキ。それって、アレクさんは戦士の壺、英雄となるために諸国を旅してきました。ラダーン将軍、そして火の巨人、共に戦う中でアレクさんがマスターを英雄として認めたのならば、その英雄との戦いを求めるということは、アレクさんからすれば必然の答えなんでしょうね。でもアレクニキと戦うなんて、これがアレクニキとの旅の終わりだなんて、きつすぎない。無論このままスルーして先に進むこともできます。でもそれはアレクさんが望むことでしょうか。めたい話するとここで戦わないとイベント進みませんし。台無しじゃん。わかったのよ。アレクニキがそう望むなら、ご主人様の全力を持って答えるのよ。やろう、アレクニキ。You are ready then? Then let us begin. I am the great Jar Warrior, Iron Fist Alexander. Lend me strength, O warriors within. Let us become one champion together. アレクニキ。Victory was impossible. This vessel was found lacking. My thanks. I knew you were the stuff of champions. It was a marvelous battle. I implore you, take what I bequeath from inside me. All vessels are destined to one day break. But the great Alexander.Lived as a warrior to his last. さよならアレクニキ。最後まで最高にかっこよかったツボニキ。何度も一緒に戦ってくれてありがとう。絶対に忘れないのよ。己の最後に満足して死ねるということは、この世界では多分稀なことなんでしょうね。じゃあね、アレクニキ、2周目でまた会いましょう。台無しですね。アレクさんとの別れの後再び攻略を再開。立ちふさがる獣人の数はさらに数を増すばかり、前半をはるかに上回る苦難が続きます。モブといっても火力がパネー、2、3匹に囲まれると簡単に溶けちゃう。おまけに結構硬くてジャンピンしても一撃で仕留められない。いよいよ終盤ダンジョンの雰囲気がしてきたのよ。いやマジ終盤よね。
こっからさらにきっつくなるとか想像したくないのよ。いつものように嫌な予感だけは当たりました。現れたのは久々のルスボの騎士。おめえほんとどこにでもいんのな。ウツボマン仕留めたり。さすがにここまで来てウツボマンごときに遅れを取るわけにはいかないのよ。回復半分持ってかれましたけどね。うっさい。その先ではドラゴン2機がお出迎え。マジかよ。しかもこの距離ですでにオンライン。バッチバチに落雷決めてくるとか常識ねえのかよ。ドラゴン2機が通過する場所までの途上には大量の鳥カスが配置。しばらく見ないと思ったらここに来て出番劇場ね。鳥カス中ボスから格落ちした子たちを除けばおめえらこそクソモブ堂々のナンバーワンなのよ。通過橋を登ってるとこつっつくな。鳥カスドラゴン2機の落雷機体に大量の鳥カス。ここに来て殺意の高さが限界突破してるじゃないの。しかし戦技ブンブンの前には鳥カスなど雑魚同然。おらよくも気持ちよく雷落としてくれたな。ドラゴン2機次はおめえだ。鳥カスの後を追うんだな。前回倒したドラゴン同様固有岩の機体エシゲット。これで2つ目。どの武器に使うか悩むのよ。サンクスなドラゴン2機。ドラゴン2機の奥のアズマヤでは固有岩の模色機体エシをゲット。こちらはユニーク武器の最大強化素材ですね。モグラ体験か駆除士のオカマ。これもこれでどっちに使うか悩むところね。そしてついにボスキリ発見。その前に立ちはだかるは行部マサタカオニワロイヤルサルーン。ついに上位機種までモグ落ちした行部マサタカオニワ。前回はテシーネキ呼んで瞬殺だったけど今回はソロモブごときにテシーネキ呼ぶまでもないのよ。まあこの場所位牌使えないみたいなんですけどね。今回使うのは出血狙いのパイセン両馬剣。戦技を両剣のステップに付け替えてこれが初披露。イケメンのお兄ちゃんが使ってたのにて一度やりたかったのよね。これやべえな。両剣ステップこれめっちゃ避けやすい。反応早いし無敵時間長い。どんな攻撃でも見てから回避余裕じゃないの。悪いな行部マサタカオニワ。この勝負もろたで駆動。成敗。めっちゃ便利だけど使い慣れてないからまだまだね。結局回復ほとんど使っちまった。ステップの距離が長いので回避後に攻撃につなげる動きが難しいですね。一撃離脱にはかなり適していますが、回避しながらラッシュするみたいなやり方にはもっと練習が必要なのよ。ボス切りの反対側にも道が続いていたので先にそちらを探索。そこでいきなりの闇霊侵入。え、ベルナール2機。なんでベルナール2機がご主人様を襲いに来るのさ。理由のわからぬ NPC 侵入もフロム作品ではよくある話。やろうってんなら仕方なし。エルデの女王さんが相手してあげようじゃないの。さらばベルナール2機、戦技教えてくれてサンクスな。なりきりベルナール2機セット意識をゲット。ベルナールさんの装備のテキストを読みましたが、彼はかつて王にふさわしいとまで評されたアセリトだったようです。しかし彼の指巫女がこの鬼を投げたことがきっかけで配列者に見ようとしたそうです。なんだかご主人様とメリナちゃんのことみたい。おそらく黄金樹の影の部分に翻弄されてしまったアセリトの一人だったんでしょうね。あとは任せなさいなベルナール2機。黄金樹とはきっちり片付けてやっから。一通り探索が終わったのでボス戦に向かいます。結局なんでこんなとこに飛ばされたのかよくわかんなかったけど、ボスさえ倒しちゃえばまあええやろ。道中のモブがつよつよで中ボスがプリキュアなガリデブコンビ。
正直不安しかない。エルデの女王、いざ参る。あれ、なんかどっかで見たシルエット。おじいちゃん、こんなとこで何してんの？ボス戦です。相手は獣の死体。おじいちゃんのお家はここじゃないでしょ。早く戻りんさい。徘徊老人問題はエルデでもありありなのね。つーかなんでボスがおじいちゃんなのさ。あーもう初見だとおじいちゃんの攻撃が全くわかんない。こんなことならおじいちゃんが暴力老人だった時にドア跳ねしないで真面目に戦うんだった。おじいちゃん落ち着いて、朝食なら一昨日食べたでしょ。だから怒ってるんですかね、クラングさん。んなこと言われたって根っこなんてそうそう見つかるもんじゃないのよ。まったく今回も暴力で解決するしかないのね。罪悪感ありありだけどまたおとなしくなってもらうのよ、おじいちゃん。わかった、話し合おう、おじいちゃん。せめて朝食は2日おきにしてあげるからそれで勘弁してほしいのよ、おじいちゃん。ダメみたいですね。ここまで譲歩してもダメってんなら仕方ないのよ。きっついお仕置き覚悟しなさいな、おじいちゃん。8戦目突入。ようやくおじいちゃんの攻撃パティーンにも慣れてきたのよ。さすがに暴走老人も度が過ぎてよ、おじいちゃん。そろそろごめんなさいしてはいかがかな。今なら3日間の朝食抜きで勘弁してあげるのよ。完全に虐待じゃないですか。あらあら、まだごめんなさいできないの、おじいちゃん。ならば鉄拳制裁もやむなき話。おらー。え、ムービー入るってことは。第2形態黒危険の無理消し開始。大変、おじいちゃん中二病になっちゃった。いや、そんなこと言ってる場合じゃない。いてえ。いやいや、いくらなんでも変わりすぎでしょ、おじいちゃん。あまりに別人すぎで頭がついていかない。こんなのどう戦えってのさ。これは挑戦のフィニッシュブロー。やべえ、スリップダメージで死ぬ死ぬ。とにかくなんとか攻撃タイミングをつかみたい。ここね。その後はお約束のように第1戦突入。そもそもなんで灰使わないんですか。うちにちゃんやジェシーさん呼べばかなり楽になるでしょうに。でもおじいちゃん、即死級のいいパンチ持ってるのよね。ちゃんと攻撃かわせるようにしとかないと、うちにちゃんやジェシーネキより先にこっちが溶ける。だからまずソロでおじいちゃんのお世話になれないとね。でやってたらなんかソロでもいける気がしてきた。気のせいじゃないですか。それにね、別に縛るつもりもないんだけど、おじいちゃんにはソロで勝ちたいの。でないとアレクニキに顔向けできないのよ。
アレクニキが言ってた英雄にふさわしい戦いってやつを見せてあげようじゃないの。そうですか、止めませんので好きにしてください。だから楽するのは2周目以降ね。1周目限定の英雄さんなんですね。でも本当にきっつい。今までの中でも火力が断ち、まだ攻撃もきちんとかわせない。開始30秒持たずにやられることもしばしば。まだ全然勝てるとか言える状態じゃない。でもそろそろ決めないとね。こんなんじゃ天国のアレクニキに怒られちゃうのよ。28戦目、開始からすでに4時間経過。おっしゃ、やるか。第一形態はもう安定。ノーダメは無理でも負けることはないのよ。盾使うことにしたらやっと安定。今までボス戦では攻撃重視で使ってなかったけど、ここに来て本格的に盾解禁ね。第一形態のおじいちゃん、攻めだるまで圧力すごいからビビっちゃうけど、実はそんなに攻撃パターン多くない。きっちり盾でガードしつついけるとこだけ攻撃する。これ大事。まずはこのおじいちゃんパンチを前ロリで回避。その後は盾を構えて耐える。おじいちゃんプレスが来たらローリングで回避して R1-1回。また盾を構えて反撃をガード。回避できるときは回避ね。これが一つ目の攻撃チャンス。おじいちゃんがツイストしたら振り上げが来る。ローリングでその大きな懐にダイブ。そして R1、すかさずガード。叩きつけに爪の奇跡が見えたらヤバい攻撃。おじいちゃんに張り付いて振り上げる瞬間にロリ回避。これが二つ目の攻撃タイミングね。おじいちゃん攻撃受けた時の反応速度がちょっとや。攻撃して最速ロリでも間に合わない時が結構ある。だから攻撃したら即盾でガードするようにしたらかなり安定したのよね。またおじいちゃんパンチ。ひたすら盾でガードして耐える。おじいちゃんプレスに繋がらない時も稀によくある。そんな時は下手に反撃せずじっと我慢の子。チャンスはいずれやってくる。おじいちゃんツイスト来た。タイミングを見て前ロリで飛び込み R1。左手を地面に突き立てたらおじいちゃんネイルスラッシャー。振り上げのタイミングで前ロリで飛び込んで R1。攻撃したらすかさず盾でガード。これが3つ目の攻撃タイミング。おじいちゃんに攻撃するのは基本この3つのタイミングの時だけね。いずれも攻撃を前ロリで回避して R1 一回即ガード。おじいちゃんに甘える孫のような気持ちで飛び込んで一体。そして殴る。距離を取ったおじいちゃんは祈祷で攻撃。これは回避に専念。距離取ってれば回避もそんなに難しくない。そのうち我慢できなくなったおじいちゃんの方から近づいてくる。ほら来た。できれば R1 2回、もしくは R2 を1回叩き込みたいところ。でもそれだとおじいちゃんの最速での反撃を避けられないケースありけり。第2形態のことも考えると回復はなるべく残しておきたい。だからちょっと時間かかるけど攻撃は R1 1回が基本。これ重要。そうなるとやっぱ物を言うのは火力。結局モグラ体験が頼りになる。最近レベルアップで筋力と進行に振ってたおかげで片手でもブンブンできる。おかげでイカれるおじいちゃんの相手も楽ちん。持久力もちょっと上げてたから重めの中盾持っても中ロリを維持。おじいちゃんの攻撃、特に祈祷は盾受けするとスタミナ削りがきっつい。だからなるべくガード強度の高い盾を使いたい。大盾使えるならそれが一番。ただ未強化の真鍮の盾使ってもご覧の通りなんで、それは過剰かもね。最初は何やってんのかさっぱりだったおじいちゃん。でも適度に距離を維持してると基本パターン通りの攻撃しかしない。岩投げたり続け投げたりして祈祷で攻撃。飽きたらおじいちゃんパンチやツイストで殴ってくる。こっちは祈祷はひたすらかわして回避。殴ってきた時だけ飛び込んで反撃。そんだけ。下手に近づいてちょっかいかけたりしなきゃパターンにはまる。やっぱコミュニケーションには距離感が大事なんやなって。おじいちゃんが口にぶつくわえたら危険信号。ダッシュで即離れて距離を取る。おじいちゃんの怒りが大地を揺るがす。まったく食べ物の恨みは恐ろしいのよ。おっと、回避のタイミングにすっちまった。ここまでいい感じだったのに残念しごく。そろそろおじいちゃん第二形態に行こう。その時は体力満タンにしときたいから回復しておきたい。
爪の奇跡が見えた。2段目来る。どっちか回避が遅かった。近づいてかわすのは結構タイミングがシビア。おじいちゃんに抱きつくくらい密着した方が回避安定する印象。また回復使っちゃったけど前半で2本消費ならまあ上出来。そしておじいちゃんが中2の闇に落ちるのよ。第2形態開始。こっからは両手持ちで決めるのよ。第2形態の闇の炎に抱かれたおじいちゃん火力がパネーだからついたて使いたくなるんだけど、ガードしても意味ない攻撃が結構あるからむしろ盾は精神的にいくない。だから両手持ちでガードを捨てて回避に専念。火力も増し増し。ひたすら回避に集中してここぞというタイミングで反撃。下手すると即死級の攻撃もあるから今まで以上に気が抜けない。意識は回避級の攻撃1くらいでちょうどいい感じなのよ。まずはおじいちゃんのふんわり中にジャンプ。いつものタイミングで回避だけど2段目があるから反撃厳禁。そして一番ヤバい中にソニックブーム3連射からの回転投げ払い。これ被弾すると即死級ね。特に3発目のソニックブーム食らうと硬直で投げ払いが被弾確定でオダブツ。3発目だけは死ぬ気で回避したい。またふんわり中にジャンプからの回転切りに派生。これは必ず前ロリで飛び込む。回転切りは着地したら連続切りが前に派生するのよね。後ろにローリンしちゃうと下手したら全部直撃しておダブツ。スリップダメージもあるから今の HP でも耐えられない。闇の炎に抱かれたおじいちゃんの2番目にヤバい攻撃ね。また回転切りった。前ロリで飛び込んで回避。そして R1、2回。ここが闇落ちおじいちゃんへの唯一の攻撃チャンス。正直これ以外に安全に攻撃できるタイミングが見つかんない。こんな風に一見隙だらけのパティーンもあるんだけど、下手に手を出すときっついカウンター食らっておダブツというのもよくある話。ただあの回転切りの後は結構硬直が長い。すぐに別の攻撃パターンに派生することがないんで安心して R1 に回復れる。ただあの回転切り、どの攻撃パティーンの後に派生するか確定していない。いくつかの攻撃パティーンから派生するんでほんと気が抜けない。いつ回転切りが来ても対応できるよう常に意識しておく必要があるのよね。こら来た。前ロリで回避。すかさず R1 を2回。おっとこの分回しはまずい。こんな感じで連撃に派生してかなり痛い。あれ見たら後方ロリで距離取るのが鉄則。攻撃パティーンによってローリンする方向を使い分けなきゃなんない。これも闇落ちおじいちゃんの難しいとこなのよね。回転切り来た。おっとこれはまずい。これは前ロリで回避しなきゃいかんかった。横投げタイプの回転切りは前ロリで回避ってのがソウルシリーズからの鉄則なのよね。こっちが攻撃した後の反撃であのパティーンが来ること多いから気をつけないと。マネに回復して常にライフ満タンを維持。おじいちゃん優しいから回復のタイミングは結構多い。でも時々エスト狩り厳しいから距離取ることだけは忘れずに。今度はかわせた。いいね。今度はダメだった。ちょっと距離が空きすぎだったのよね。あれなら後方ロリ安定だったのよ。この辺りの瞬時の判断がまた難しい。またおじいちゃんが分回して発する。今回はちゃんと距離を取って対比。離れてみると本当に長さんの必殺技と同じ。多分おじいちゃんの方が元祖なのかしらね。またソニックブーム、気合で回避。気をつけなきゃなんないのが最後の横投げ。これは必ず前ロリで回避。後ろにローリンすると大体引っかかって被弾しちゃう。後ろに走りながらローリンすれば引っかからないと思うけど、とても怖くて試せたもんじゃない。ふんわり中にジャンプの2段目は範囲内でもジャスト回避でいける。落ち着いてやればそこまで回避は難しくない。そしてまたソニックブーム。こいつだけは被弾しちゃいけないモストデンジャラス。でも回避が決まるとなかなかギモディー。あとはこの繰り返し。前方回転切りをひたすら待つだけの簡単なお仕事。いや簡単じゃねえよ。前方回転切りがどのパティーンの後に来るかは結構ランダム。それが来るまでひたすら回避しなくちゃなんない。どの攻撃も火力高くて連続で食らえば最悪2発で KO。この緊張感の中で少ない攻撃チャンスをものにしなきゃなんない。いい感じに攻撃が決まってもまだ気が抜けない。こんな感じで反撃食らうとそれだけで死んじゃう。このパティーンで何度ユカゼロの屈辱を味わったことか。特にジャンプからの突きは2段目が怖い。これ1段目と連続で食らえばライフ満タンでも簡単におだぶつ。今までやられたパティーンのほとんどがこれ。でも結構慣れたし、そろそろ決めさせてもらうのよおじいちゃん。ぐぬぬ当たらぬ。しかしご主人様ステイ、ステイ。ここは焦りは禁物。まだ回復も残ってる。心静かにチャンスを待つのよ。来た、攻撃チャンス。
今度は決まった。この方向はダメージゼロだから気にしない。でも大体直後にやっぱり攻撃してくるからそこは注意。よりによってソニックブームとはこれは殺意高めのおじいちゃん。また攻撃チャンス来た。よし一発入った。でもこっからが肝心。あと一撃ってとこでやられるなんてのもソウルシリーズではよくある話。だから回復は怠らない。第一形態で回復温存できてほんとよかった。来た、これで最後よおじいちゃん。ほらチャンピオン。黒い剣のマリケス撃破おめでとうございます。The rune of death is unbound. And the lands between are shrouded by death's dark fate. But the flames will also burn the impenetrable thorns.It is then. You'll be Elden Lord yet.黒い剣のマリケスを倒し、転送された我々が目覚めたのはオートローデイル。そこは一面灰に覆われ、名前もハイトローデイルと名前を変えていました。結局わけわからんうちにお話が進んじゃったのよ。なんでおじいちゃんあんなとこで徘徊してたのかしら。あの後マリケスの追憶を確認したんですけどね。マリケスは女王マリカの影の侍従、すなわちラミさんにとってのブライブさんのような存在だったようです。女王マリカはマリケスに死のルーンを封じる役目を与えていたそうです。滅びの火を燃やし、死のルーンを解放する我々の前に、マリケスが立ちはだかったのはそんな経緯があるようですね。でもマリケスってグランクおじいちゃんじゃない？そこんとこよくわかんないのよね。先ほど言ったようにマリケスは女王マリカから死のルーンを封じる役目を課されていました。しかし死のルーンは一度盗まれているんですよね。ロジェールさんが解明したラミさんの件です。それがきっかけでゴッドウィンが黒き刃の陰謀でデミゴッド最初の使者となり、エルデンリングが砕かれて破砕戦争が起き、この世界が崩壊した一因となったのです。盗まれた死のルーンは死の根としているでにはびこっています。故にマリケスは獣の司祭として死に生きる者たちを借り、死の根、つまり死のルーンを回収していたのでしょう。世界がこんなになってもおじいちゃん自分の仕事を続けてたのね。ただ強くにはちょっと気になる記述もありまして、マリカは影に、運命の死の封印たるを望み、後にそれを裏切ったのだ。問題なのは後段の後にそれを裏切ったのだなる部分でして、これ主語がマリケスなのかマリカなのかで意味が随分変わるんですね。主語がマリケスなら死のルーンを盗まれたことでマリカの期待を裏切ったという単純な意味ですが、主語がマリカの場合、黒き刃の陰謀の真の黒幕がマリカということになっちゃいそうなんですよね。だとすると息子であるゴッドウィンを殺害し、エルデンリングを破壊して、この世界を崩壊に導いたのは神である女王マリカ自身。そんな解釈も成り立つんですよね。なるほどわからん。黄金樹も完全に炎に包まれました。この先真相がわかるのかどうか、なんとも言えませんね。それでは黒き剣のマリケスを倒し、死のルーンを解放。世界に死の運命が放たれたところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。